青森県の鶴田町にある鶴の前橋というところに来ていました。わあ、青森県で最大の貯留湖ですね、まあ、人工湖ですね。それでですね、向こう側になんか橋のようなものが見えますね。あれがですね、鶴の前橋っていう橋なんですね。結構立派な橋ですよね。でこの人工湖あたり一帯はですね、まあ、公園になってまして、こういった観光施設なんかもありますね。ちょっと今雪でね、こうやって見えにくいんですけど、案内板もありますね。富士見湖パークって言いますね。でそこに鶴の前橋100メートルってありますね。ちょっと行ってみましょう。向こうに見えてますね。でこの鶴の前橋っていうのはですね、日本一の三連太鼓橋っていうものだそうです。まあいろんな分野で日本一っていうのはあるんでしょうけど、まあその三連太鼓橋っていうので日本一っていうことだそうです。渡るよりもね、見てる方が綺麗でいいですね。冬ですけどちゃんと除雪されてね、橋を通ることができるようになってるみたいです。長さが300メートル、幅3メートルで日本一長い木の橋って書いてます。それじゃちょっと行ってみましょうね。愛の募金、橋の修繕等に活用させるってことですね。注意書きもありますね、ここにね。ふざけてみるのにですね、それが落ちちゃいそうですね。津軽富士見荘というホテルがあるんですね。これ夏場だと相当綺麗でしょうね、景色がね。もう少し橋を降りますね。はい、そこでね、終わりですね。まあ300メートルですからね、そんなでもないですね。この先に環境づる自然公園というのがあるようです。ここ鶴田町って名前もあるし、鶴が来るんですかね、ここ。その由来ですかね、この名前は。はい、以上ね、鶴の前橋でした。ご視聴ありがとうございました。